ノルマの階層 S394 はフランツ・リストが1841年に作曲したピアノ曲。プレールの社長カミリーユ・プレールの妻でリストと一時恋愛関係にあったマリー・プレールに検定された。同年頃に作られた二大ピアノ用の編曲もある。演奏時間は約18分。ベッディーニのオペラ、ノルマの主題に基づく。 演奏時間は15から18分程度で、ピアノ独奏曲の難曲として知られる。ビルトオーソとしてのリストを披露するために作られたものの、一つである。リストによれば、プレイエル夫人の要求により、ジギスモント・タールベルク風のパッセージを多く盛り込んだと、いう。リストが用いた主題は、以下の通り。ノルマがやってくる、ノルマビエネ、第一幕第一場、ドルイド京都の合唱。 オードロイド教徒たちよ、丘に登れてするこれ、ね、オードローイディ、同情、オベローソの読書、予言の力で、デル・オーラ・トゥ・ア・プロフェティカ、同情、ああ、あの子たちを犠牲にしないで、で、ノンバレアリービティメ、第二幕第三場、ノルマ、オベローソ、ポリオーネ及び合唱、裏切られた心クアルコルトラディースティ、同情、ノルマ、ポリオーネ、オベローソ及び合唱、お父様、 私は愛に負けたのでスパードレ、スピアンジ、第二幕第三場、ノルマ、ポリオーネ、オベローソ及び合唱、戦争だ、戦争だ。ゲラ、ゲラ、第二幕、第二場、ノルマとドルイド京都の合唱第一幕第一場及び、第二幕、第二点三場、つまりオペラの始めと終わりの主題のみが使われている。また、ノルマの名アリア、清らかな女神よなどの、 ピアノでは再現が困難と思われるアリアは使われていないのが特徴。演奏においてはクライマックスとなる戦争だの旋律を3回複雑に変装して演奏する部分が特に難しくテンポ通りに演奏できるピアニストは数少ない。ありがとうございます。